多摩レー著名人研究家の尾村です今はもうちょうどですね後ろが多摩レーンの正門になっているところに来ております、えー、ここはですね、えー、名誉霊この名誉霊域に来ておりますちょうどこの入り口のとこですねはい、ここに名誉霊域の紐立ってますはい、えー、この多摩レーン多摩レーンのですね動画のチャンネル 初めていよいよ、えー、動画投稿100回目になりましたやはりこの100回を記念してですね、えー、最も取り上げたい人物これからお墓参りに行くところはこの名誉霊域にお墓があります東郷平八郎さんのお墓参りに行きたいと思います、まあ、東郷平八郎さんはですねもうご存知の方たくさんいると思います明治大正期に活躍されましたもう元帥海軍大将の皇爵でもあった えー、軍人さんでございます。日露戦争の時のバルチック艦隊に、えー、勝った、えー、提督でございます。その方のお墓参りに行きたいと思います。その前にですね、この名誉霊域、ちょっと名誉霊域についてのお話もしたいと思いますね。このタマレにはですね、この名誉霊域という場所があってですね、えー、この正面と見えづらいですかね。ちょっと木が。 重なって見えづらいですけども正面にですね、えー、例のシンボルでもある噴水塔があります高さ15メートルなんですけどもねそしてこちらの結構広いスペースなんですねこの両側この反対側にも道がありますがこれ1000坪あるそうですね3300平方メートルこの区域がですね名誉霊域と言われておりますそして国家的功労者の埋葬をもうすでにですね この霊園がですね、えー、開園した当初から、えー、そういうのを想定してですね、えー、こういう名,名誉霊域というのが作られましたもう設計段階よりですね、名誉霊域が作られておりまして国家的功労者の埋葬を、まあ、計画をしていたということですね、まあ、こういう名誉霊域というのはですね、えー、公園墓地にはとてもふさわしいんじゃないかとそう言われてですね、作ったそうです 現在ですね、この名誉霊域にお墓があるのは、えー、今からお墓前に行く東郷平八郎さんと、えー、そして山本五十六さんそして古賀峰一さん、えー、この3名のみですもう全員がですね連合艦隊司令長官を経験した元帥海軍大将の方でございます1944年の太平洋戦争も敗色が濃くなってきた時期に亡くなった古賀峰一長官がですね最後に 名誉霊域にはお墓が作られておりませんですので現在もこの3名の方のお墓のみとなります番地はですね7区特殊1川という表記になって特殊という表記になってますこの特殊の表記はこの3名しかおりませんそして統合家がですね1番山本家が2番小掛家が3番というそうそいう流れになっております そして今回、ですねこの3名をですね連続してご紹介していきたいなと思っておりましてそのトップバッターを東郷平八郎さんを紹介したいと思っておりますでは東郷平八郎さんの簡単なご紹介をしながらですね東郷平八郎さんが眠るお墓に向かっていきたいと思います。 東郷平八郎さんはですね薩摩国鹿児島城下梶屋町、えー、現在の鹿児島県鹿児島市の梶屋町にですね、えー、お生まれになりました薩摩藩市の東郷実朝さんのと増子さんの四男としてお生まれになっております陽名は中五郎と言いました14歳の時にですね元服、えー、して平八郎と称しました 薩摩藩士としてですね、撮影戦争に従軍されています。この時16歳でございました。その時にですね、イギリス艦隊のアームストロング砲の威力に目を見張ってですね、えー、海から来る敵は海で塞がねばならぬと決意して、戊、え、辰、ー、戦争以降はですね、海軍として従軍されております。以降ね、海軍軍人として歩みました。さあもうここ、もう目の前噴水とございます。 この左手側がですね名誉霊域の、えー、お三方のお墓になってましてまずこちらが小上峰一さんのお墓ですそしてそのお隣が山本五十六さんのお墓になりますそしてこの噴水塔に一番近いところにですね、えー、東郷平八郎さんの お墓がございます。到着しました。もうここはどんとね、えー、噴水とあります。十五メートルの高さです。さあそのこの横ですね到着しました。はい東郷平八郎さんのお墓でございます。はい。まあちょっとあの紹介の続き。 敷きを行く前にですねこの東郷平八郎さんのお墓の紹介をしていきたいと思います、えー、まずこの目の前にドーンと立っているのがですね、えー、東郷平八郎さんのお墓になりまして、えー、ここにはですね元水海軍大将皇爵東郷平八郎の墓とありますこの家紋のところ下のね、えー、花鉢のところに三笠保存会と、えー、刻む 花鉢があります。ちょっと見えづらいですね。はい、ちょっと見えづらいです。そして、えー、右側、ちょっとこちら見えづらいですかね、えー。右側にもお墓立ってまして、こちらはですね、えー、奥様の徹子さんの墓ですね。皇爵、東郷、平八郎、妻、徹子、墓で刻まれております。そして、この左側ですね。左側にも、 左側は統合系の墓が建っております。ちょっと中でいろいろ確認したいところなんですけれども、入り口に、えー、門が、えー、ちょっとありますので、ちょっとここはあえて聖域に入らずですね、ご紹介していきたいと思います。そして、えー、この墓所の右側ですね、こちらこちらに日が立っておりまして。 これはでですね、類、えー、の日でございます。類というのは祈り事とか忍び事という意味で個人の生前の功績を称え昭和天皇からその死を悼む弔辞を賜ったという、えー、ことの意味であってそれを記念した日が立っております、はい、ではちょっとお墓の紹介をこのぐらいにしてですね えー、東郷平八郎さんのご紹介の続きを話していきたいと思います、えーまあ、明治維新になりましてですね、えー、東郷平八郎さん、えー、海軍の道に入りましたそしてすぐにですねイギリス留学、えー、を希望されましてイギリス留学をされます その後、さまざまな要職を転々としてです、ねえー、そして日清戦争でも活躍して、そして日露戦争の連合艦隊司令長官として指揮を取り、ロシアのバルシック艦隊と日本海,海戦で,です、ね、戦って、えー、大胆な敵前回答戦法、いわゆる T 字戦法ってやつですね、それによって日本の勝利に導いた世界的な、えー、名帝徳でございます。 この勝利によってですね日本の国際的地位五大国の一員とするまで引き上げた一人でございまして世界的にも英雄でアドミラル統合とかですね東洋のネルソンなどと称えられた人物でございます東郷平八郎さんのですね軍歴や日本海海戦についてとかですね えー、イギリスに留学をした際に食べたビーフシチューの味が忘れることができずですね部下に命じて、えー、出てきたのが肉じゃがだったとかそういういろんな逸話あるんですけれどもちょっとここで紹介するとものすごく尺を取りそうなので、えー、これらはですね歴史が眠るタマレーンのホームページに詳しく紹介しておりますのでぜひそちらをご覧ください。こ、えー、ここからはですね東平八郎さんのこの国葬 国葬になったんですけれども、国葬とかですね、あとこの多摩霊園になぜお墓があるのかとか、そのような話をちょっと紹介していきたいと思います。えー、そもそもですね、なぜ多摩霊園に、えー、埋葬することになったのかというところなんですね。えー、東平八郎さんは1934年の5月30日、えー、昭和9年に、えー、満86歳でお亡くなりになりました。 そしてその同年のですね6月5日に国葬が執り行われることになります当初よりですね東郷平八郎さんのお墓はですね東郷さん自身がですね生前見望したお母さんのマスコさんが眠っていたマスコさんが眠る青山墓地に埋葬する予定でございましたところがです、ね、この墓地の広さというのが約6坪、まあ、20平方メートルぐらいですね それで国葬される方にとってみたら狭すぎるんではないかということで当時の東京ですね東京の当時は牛塚東京市長さんだったんですけれどもその方がですね国家的功労者を埋葬する予定であったこの多摩霊園の名誉霊域を提供してそちらにお墓作りたいと海軍省に申し入れをされました。統合家はですねこここののの海軍省とと相談の上この申し出を受けることに なりまして、えー、そして東京もですね、えー、その国葬が始まる前に参事会でですね、名誉霊域の使用を正式に決定したという経緯があります。そして、えー、ここの玉蓮に、えー、お墓を作ってですね、そして国葬が取り行われるという流れになりました。 えー、なお、ですねこの1 9 3 4年5月30日、東郷平八郎さんが亡くなったときにです、ね、その死去はですね世界各国で、えー、報じられております。イギリスでは東洋のネルソン提督が亡くなったとか、ですねドイツでは東洋のティルピッツが逝去したとか、ですね、まあ、自国の海軍の海軍の父的そん存在の人たちになぞらえて哀悼を示したそうです。日本の新聞もですね えー、ある新聞では小学生が書いた「東郷元帥でも死ぬの?」っていうような、ね、文面が掲載されたりとか、まあ、日本中すべての、えー、新聞などでも報じられましたまた東郷さんのですねこの国葬に合わせて、えー、英米両国から日本向けに追悼のメッセージがラジオでも放送されておりますそのぐらい世界中で、えー、その東郷平八郎さんの死、えー、はですね 報じられました1934年の6月5日に国葬が行われました国葬の際にはですね参列のために各国海軍の儀礼艦が訪日されておりますイギリス海軍シナ艦隊の重要洋艦サフォークとかですねアメリカ海軍アジア艦隊の重要洋艦巡洋艦ですねアメリカ えー、海軍アジア艦隊の、えー、重要艦オーガスタこの時の艦長はですねニミッツ大佐ですね、まあ、とニミッツ大佐との逸話なんかもたくさんあるんですがそちらホームページに書いてありますあとフランス海軍極東艦隊の K14 艦、えー、プ,リモプリモゲこれらの船がですね、えー、日本艦隊とともに横浜港で反旗を掲げ 長砲、えー、を発射されましたまた儀仗隊を、えー、送列にですね、えー、参加させております遅れてですねちょっと有告の時間になってしまいましたがイタリアの、えー、海軍東洋艦隊、えー、巡洋艦のクアルトなどもですね入港しましたそして一日遅れて、えー、翌日に中華民国練習艦隊の、えー、巡洋艦、えー、ニンハイ が入港されております。中国はですね、えー、ちょっとこの国葬の日に間に合わないと、入港が間に合わないと判断しまして、えー、なんとですね、この儀仗帯を下関から列車,に列車に乗せてですね、東京に向かわせ、調意を示したとされております、えー。国葬当日の人出でございますが、えー、東郷さんのご自宅 えー、現在はですねこの東京都千代田区三番町にありまして、現在は統合公園になっているところですね、えー、ここがご自宅でした、このご自宅から国葬が行われた日比谷公園まで、えー、59万7000人が参列したと、そして国葬場付近には70万人、そして国葬場から多摩霊園までが56万7700人、えー、参列したと記録されております。 国葬場では10万人の霊前の参列ができましたが60万人が参拝できなかったと警視庁が発表したほど大騒ぎになったとされております、えー、国葬当日の模様はですね各新聞とも全紙面ほとんどを使って報道をされました葬儀を終え日比谷の国葬場を発した霊柩車はですね 車を連ねて、夕刻には玉摩霊園に到着されております。ここですね。そして、大隅海軍大将以下、将兵約100名が参列する中で、連荘の儀、いわゆる埋葬式が行われました。新道式が行われましたので、50日祭ということを行います。仏教でいう49日ですね。 この50日間ですね、霊前の灯明を絶やさないために墓守を置きます。この役目にですね、多数の希望者があのあったんですけれども、日本海海戦当時、三笠でですね、東郷さんと聖書を共にした有志の中から12名が選ばれて、最初の1週間を交代で務めたとされております。まあ、このようにですね、多数の紙面で東郷国、 元水のですね、国葬の模様が取り上げられたことによって、まあ、今までですね、この多摩霊園はですね、全然人気がなかったんですけれども、まあ、一躍世間に注目される場所となりましたそして我れらの東郷さんと同じ場所でお墓を作りたいという希望者がですね、もう殺到しましてそして多摩霊園が、まあ、人気が爆発したというそういう流れになります えー、ちょっと国葬の、えー、お話でございましたちょっとせっかくですででせっかくですので、えー、ちょっとこの隣のですね、えー、奥様の話をちょっと触れていきたいと思いますこちらにお墓がございますちょっと木にかぶってますがこちらにありますね鉄、えー、子さんですね東郷鉄子さん 実はですね、東郷平八郎さんは5月30日、1934年、昭和9年の5月30日に亡くなられましたが、この徹子さんもですね、同年の12月28日に亡くなっております。もう最晩年は、ですね、この東郷平八郎さんと徹子さんは同じ病院で入院をされておりました。で子さんも病状が、 悪化してしまいまして、えー、この東郷平八郎さんの看病がですね看護がすることができなかったことをとても悔やんでおりました先に平八郎さんが亡くなった半年後に、えー、徹子さんも亡くなりますが、えー、徹子さんの最後の言葉はですね、えー、乃木さんの奥様が羨ましいであったそうです、えー、乃木さんというのこの乃木丸介さんですね、えー、軍人さんですそしてその乃木丸介さんの奥様が静子さんと言い,いまして 明治天皇が崩御したときに、えー、夫婦揃ってです、ね、自決をされた、えー、方です。これはですね、えー、本来であればあの木丸助さんのように夫とともに死を共にしたかったという思いがね込められた最後の言葉とされております。はい、で一応こののささんんとですね徹子さん、まあのえー、ご子ご息 ご子息はですね、ご長男が東郷彪三と言います。こちらの東郷家のお墓の方に眠っておりまして、こちらのお墓もですね、東郷彪三が建てられたお墓になります。この東郷家の墓でございますね。この東郷彪三はですね、この東郷平八郎さんが亡くなった後にこの後爵を継ぎまして。 えー、貴族院議員として活躍されましたまたこちらのお墓ではないんですが次男はですね東郷実さんといいまして、えー、海軍少将ですねお父さんと一緒の、えー、海軍の道に進まれておりますまあすごものすごくね、えー、架け橋の話になってしまいました本来であればもっとですね、えー、軍歴とかですねいろんな逸話とかお話したかったんですけれども ちょっと簡単ではございますが東郷平八郎さんのご紹介とご紹介でございましたちょっと中に入れませんのでこちらで合唱したいと思いますはい東郷平八郎さんと東郷家の方々のご紹介そして合唱させていただきました以上になります